皆さんこんにちは、もみじです。今回は、異世界ファンタジーをテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。底辺冒険者だけど魔法を極めてみることにした、無能スキルから神スキルに進化した、魔法創造、と、アイテム作成、で無双する、です。なかなか秀逸読めのタイトルですね。それでは中身を見てみましょう。ここはフォイル村にある冒険者ギルド。そこに現れた青年は、扉を開けるや否やその場にいた冒険者たちに声をかけると、血まみれの姿で、スライムを2体倒したことを危機として報告します。なんでスライム相手に血まみれになってるんですか？あとなんかついてますけど。もちろんこの世界のスライムがとりわけ凶暴、というわけではなく、スライムごとき都市闘を繰り広げるほどの青年である本作品の主人公、ロアは、村の冒険者たちから、底辺冒険者、と呼ばれ笑われていました。しかしメンタルは一流のロアは、周りの嘲笑など意にも介さず、余裕の表情で手に入れた魔石の換金手続きを始めますが、スライムの魔石などに即三文で、これではいつも通りまともな食事にありつけそうもありません。そんな、落ち込むロアに受付の男性が、彼のレベルが25から10に下がっていることを指摘します。どうやらロアは、ダンジョン探索で折れた剣を新たに作ったようで、それがなければスライム相手に苦戦などしていないとのこと。そう、彼は自分のレベルを対価にアイテムを作るユニークスキル持ちで、15のレベルを犠牲に、銅の剣を作ったのでした。レベルが下がらなければスライムなど楽勝なんですよね。先ほどスライム2体の討伐を嬉しそうに語っていたくだりは何だったのでしょう。それにしても、せっかく上げたレベルを犠牲にするのは効率が悪くないですかね。普通に働いて買うよりも効率が良いのでしょうか。あと、怪我の方はもうすっかり良さそうで何よりです。そんなわけで、ロアはまともにレベルを上げることも稼ぐこともできず、ひたすら雑魚モンスターと戦う日々を送っていたのでした。すると、突然その場に風が舞ったかと思うと、そこに性格の悪そうな男、カーターが現れ、性格の悪そうな発言でロアを煽ってきました。登場の演出のつもりでしょうか。危ないですね。どうやらカーターは、以前もギルド内で魔法を使って注意を受けていたらしく、周りの冒険者たちがそんな彼に文句をつけてきますが、クレームを一蹴したカーターは、自分の家が村唯一のアイテム屋であることで弱みを握ったつもりなのか、反省する素振りなど一切見せません。殿様商売で調子に乗ってますね。親も同類ならビジネスチャンスですよこれ。そして、カーターはロアが作った銅の剣を指差し、それが、自分の店に山ほどあるゴミ同然のアイテムだと貶める発言をしますが、ロアは、貴重な何かを支払っていたものには魂がこもるんだ、とカーターの嫌味を受け流して店を後にします。そんな余裕の態度を見せるロアに、なぜか余裕のないカーターはイライラしている模様です。金銭面でも実力の面でも、ロアよりずっと恵まれているであろう君が、どうしてそんなに彼を目の敵にしているのかわかりませんね。さて、ロアが底辺冒険者である理由がスキルにあることが明らかになり、ここで世界の仕組みについての説明が始まります。冒険者が強くなるには、レベル以外に、スキルポイント、なるものが必要になります。それはレベルアップで獲得できるポイントで、スキルポイントを使うことで新たなスキルや魔法を獲得することができるのです。はい、何度となく見た設定なので大丈夫です。しかしロアは、アイテム作成、の性質上、レベルが増減しやすいためレベルアップしてもポイントがもらえず、いくらレベルを上げてもスキルも魔法も覚えることができないのです。いやいや、レベルが上がらないからレベルアップの恩恵が受けられないとかならわかりますけど、完全にあなた一人だけ別のシステムで生きてますよね。生まれてくる場所間違えてませんか。だからこそ、ロアはひたすら剣の腕を磨き、努力を重ねてきたそうです。その努力がキャラになってしまうのがあなたのユニークスキルじゃないんですかね。そして、これまでになく順調にダンジョン攻略を進めたロアのレベルは49に達し、HP の残りも十分。そこで彼の頭をよぎったのが、最下層のモンスターの攻略です。それは、命の保証などない危険な戦いですが、もし倒せたのなら、小銭稼ぎの毎日を変えられるかもしれない、そう考えたロアは、
このまま何も変わらない生活を送るくらいなら死んでも構わないと、賞賛もないまま後戻りの効かないボス戦に挑みます。何が得られるのかもわかっておらず、調べればある程度情報くらい集まりそうなボス相手に命かけちゃうんですか。なんか変なスイッチが入ってしまったようですね。こうして訪れた最下層で、現れた敵、骸骨騎士はレベル50とロアと同程度です。当然雑魚とは比べ物にならない実力を持つボスですが、流れ的に苦戦するはずもなく、勢いで見事これを撃破。すると、喜ぶロアの前に討伐完了のメッセージが現れ、同時に、レベル50の到達と、スキル、アイテム作成、が、魔法創造、に進化したとメッセージが表示されました。さて、新たなスキル、魔法創造、とはどんなスキルなのでしょうか。ちなみに進化とありましたが、アイテム作成、のスキルが消えたわけじゃないらしいですよ。進化とは一体？そして翌日、ダンジョン探索から戻ったロアは、いつもとは比べ物にならない数の魔石を監禁し、ギルド職員を驚かせます。そしてこの自信に満ち溢れた顔、今日はうまいものが食べられそうですよ。こうしてやってきた食堂で、ロアが激安ランチの味に感動の涙を流しながら食事をとっていると、性格の悪そうな男、カーターが現れます。どうやら彼は、ロアが大量の魔石を監禁した事実をギルドから聞き出していたようで、ロアにその確認を取ると、カーターは、ロアが店から魔石を盗み出した犯人として父親に報告します。もちろんロアは容疑を否定しますが、カーターは無能なロアが大量の魔石を取ってこれるはずがないと聞く耳を持たず、金に困ったロアが犯行に及んだとガバガバな推理を展開します。根拠のない言いがかりに、無視を決め込もうとするロアでしたが、カーターはそんなロアを魔法で威嚇し、泥棒を突き出せば報酬が出ることを前置きすると、その金を金欠のパーティーの足しにすることを明かし、ロアがどう弁解しようとも、証拠がなければ誰も信じないと脅してきました。容疑をかけることに証拠はいらないけれど、その容疑を晴らすためには証拠がいるってことですか。とんでもない世界ですね。そして、カーターは続けてロアに、店の魔石を盗んだのが自分であることを耳打ちすると、ロアを連行しようと父に声をかけます。カーター君、さては君？バカですね。それを聞いたロアは、泥棒を突き出せば報酬が出ることを再確認すると、自分の無実を主張しつつ、驚くカーター相手に D ランク魔法、仮想、を発動させるのでした。といったところで第1話終了です。自分のレベルを対価にアイテムを作るユニークスキル、アイテム作成、のため、なんとか日銭を稼ぐ底辺冒険者と呼ばれていた主人公が、レベル50で進化したスキル、魔法創造、で次々と魔法を習得し、成り上がっていく物語です。まあ悪くはないと思いますよ。不遇スキルで周りから蔑まれていた主人公が、覚醒したスキルで一躍強者となり、同様に不遇な扱いを受けていたヒロインをパートナーにして成り上がっていくという、かれこれ17回は見たであろうありふれた設定と展開で、そこについては褒めるところはありませんが、作品全体のコミカルな雰囲気で、キャラクターたちが魅力的に映り、割と新鮮な気持ちで読める作品ですね。これは漫画家さんが上手ですね。単純な画力の高さもあるのですが、ネタ部分の描写のテンポが良いので読んでいて楽しいポイントです。コメディ要素多めの別作品でも実績のある漫画家さんなので、そこは安心して読んでいただけると思います。そしてテンプレ展開一つ取ってみても、それをギャグ成分として機能させていたりするので、テンプレに対する危機感もそこまで感じないと思います。なので深読みなどせず、あるがままを受け入れて読んでもらえれば楽しめる作品ですね。レベルが上がらなくて困っているならアイテムなんぞ作らず我慢しろ、と突っ込みたいところではありますが、まあ貯金ができないタイプ、と割り切って本編を楽しむのが吉です。というわけで、ここからはひねくれた視点でのお話です。レベルを対価に何かを得るという発想自体はユニークで良かったと思いますが、レベルが上がったり下がったりすることで、これまで積極的にスルーしてきた要素が浮き彫りになってしまったんですよ。実はですね、この作品の主人公、喧嘩には自信があるんですよ。それは、他の人が経験しない、低レベルでの努力の結果なわけです。言い換えれば、
戦闘経験を積み重ねた結果なんですね。さて、ここでよくある、経験値、について考えてみましょう。これはゲームなどで、目に見えない経験を数値化したものですよね。そして、経験で得られる能力の向上を、レベル、としてやはり数値化しているわけです。そんなゲームの概念を、現実世界にそのまま逆輸入する滑稽さはもはや置いておくとして、この作品における、経験値、レベル、がわけのわからないことになってるんですよ。お分かりでしょうか？主人公は、経験値、で上昇した、レベル、を失っても、喧嘩の、経験、も、それによる、技能、も失ってないんですね。失うのは HP や MP などのパラメータだけです。経験値を失っても経験は残る。もうね、経験値が経験を数値化したもの、という建前がどこかに行っちゃってるんですよ。これがね、レベルが上がる一方であれば、経験は経験値に、能力はレベルに内包されていると解釈もできますが、レベルが下がっても喧嘩が強い主人公にしちゃった時点で言い訳の余地はありませんね。経験値もレベルもお買い物ポイントみたいなものにしか見えなくなっているところが残念でした。まあ経験値の分配なんてものが当たり前に出てくる界隈で、今更な指摘かもしれませんが。何はともあれ、キャラクターのノリは楽しい作品ですので。そこは2巻以降もパワーダウンせず、欲を言えば、レベルが下がる、というデメリットをストーリーの面白さにつなげてくれることを期待したいです。さて、異世界ファンタジーをテーマにした漫画の紹介いかがでしたか？やっぱタイトルはくっさいな、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。